Don't even bother to lend a hand. Just get out while you can, yeah. I've got to try and make a stand before my book meets my mouth. I've got to face another government man. It's driving me insane. I'm gonna give me some issues. Come walking right over to you. And I'm gonna always try and kick these goals. マンチェスターユナイテッド対アルゼンチン、解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。さあ、キックオフまであと少しです。さあ、試合が始まりました。どちらが先にゴールネットを揺らすのか。タッチを割りました。最後に触ったのはテベス。おっと、ファーディナン、本日のキャプテンを務めます。キャリック後方へパス。スコーク横へ動きます。いいディフェンスですよ。さあ、セレステイ・ブランコ、アルゼンチンが動きます。救った、ここを外した。ここはファーディナン前に送る。左にさばいて壁を使う。一瞬中を見た。ピンチを逃れました。クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。危ないところでした。ゴール前まで持っていったんですが、ここはチャンスをものにできません。縦に出して左へ回して、ここでリターン。先制のチャンスだ。細かいボールの奪い合い。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。後ろからのマーク、また返した。いいマークですよ。イケルメ、チェックに行く。競り合った。ダンビアッソ、先制点のチャンス。ダンビアッソ、いい形で前へ突破を図りました。マスケラン、さあ競っていく。右に送って、クリスティアーノ・ロナウド、詰め寄られました。テベス、このサイドチェンジ、左にはたいた。ここは戻します。右に出して、大事なところ。さあ、ここに出てきたぞ。ここで激しい。マスケラン、さあ競っていく。流し込んだ、入った。さあ、マイニュー、この状況でどう立ち向かっていくか。そうですね、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。前へゆっくり送ろうという場面です。右行きましたね。追いつくか。決めた。すごい。アルゼンチン同点に持ち込まれました。アルゼンチン、これで動かざるを得なくなってきたわけですよね。これでさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですよね。あと、ホイッスルがありました。この位置から蹴るのはイケルミ。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。
クリスティアーノ・ロナウド。後ろからチェック。さあ右から上がっていきます。さあ競っていくと、ここまで来た。いいですね。行くか。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。右に振ってきた。後ろにはたいた。イケルメ、スコール、うまくコースを塞ぎます。通るか。あっとこれは通りません。いいとこまで行ったんですけどね。ルーミー、右サイドへ。クリスティアーノ・ロナウド、大事なところ一人で上がってきている。ここで激しい、惜しいところまで行ったんですけどね。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。テベス、さあ中から行きます。通った。おっと決定的コーナーキックに変わります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。中に入れる。そしてここはギグス。さあこっからだ。競り合った。奪いました。ルーニー、テベス、詰め寄られた。マンユー、この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが。そうですね、そんな流れになってますね。強引に行きます。ファウルを取られました。もう一度今のエリアです。逆転のチャンス。後ろからさらに行く。おっとノーホイッスルだ。大事なところ、さらに返す。ここはよく守りました。サイドから行く。ここで受ける。さあ固まっている。強い。左へ出した。さあここに行って、ゴー。素晴らしいゴールですね。前半ロスタイムです。マンユー逆転のゴールを決めました。さあマンユー、ここでまた流れをつかんでいます。まあ、形としては巻き返した状況ですけども、お互い考えてますから、1点差ですしね。おっと前に3人上がっています。ここでホイッスルが鳴りました。マンユー前半調子良かったですね。はい、このままいけばね、後半も追加点が見られると思いますよ。ざっと振り返ってみましょう。前半27分、クリスティアーノ・ロナウド、チーム待望の同点ゴールを決めました。はい、そうですね、いいパスが出ていましたから、ああいった合図のような。後半がスタートしました。両チームとも前半と同じメンバーで戦います。下げて、下がったボールはカンビアッソ。あっとこれは合いません。ルーミー、どうする。競り合った。マンユー、まだ攻めが続きます。安定した攻めを見せています。スペースへ出す。さあ固まっている。デミチェリス、危ないところでした。回してルーミー。マンユー若干押しています。さあこっからだ。右に出してスコール。うーん、面白いボールですよ。入った。サンタンナ、後半開始早々マンユー、さらにリードを奪いました。さあアルゼンチン2点を追います。メッシ、ここからタンビアッソ、激しいチェックが続きます。
ボールを奪われています。アルゼンチン、ギグス詰め寄られました。早くも攻守が変わっています。マンユー、中に誰もいない。二人いますよ。右足シュート。さあ今の場面、キーパーいい判断でしたね。そうなんですよね。軽く出して激しく奪い合います。時計は後半の15分を過ぎました。ここからサレッティ、前に送る。激しいチェックが続きます。ルーニー、さあ行けるか。追加点のチャンス。中央へのボールが入ってきましたが、ここでは合わせられません。マンユー、ここは守備の網にかかりました。さあ競っていく。ここで笛です。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。さあこの位置からのフリーキックです。ここだったら狙ってくるかもしれませんよ。ここで壁だ。ここは精一杯クリアします。いくか。おっと、ここで流れをつかみたい。反対サイドに振ってきました。自分たちのリズムに持っていきたい。エインセ、アルゼンチンペースをつかみたい。デミチェリス、サネッタ、マキシー・ロドリゲス、流れをつかめるか。ルーニー、左からいった。さあ1対1だ。おっと最終ラインを抜けたか。押し返した。マンユー、支配率では若干押しているように見えます。後半30分を回ろうというところ。メッシ、壁を使う。メッシ、必要なチェック、プレッシャーを与えます。ブラウン、マンユー、ここまで安定した動きを見せています。クリスティアーノ・ロナウド、大きく横へ運んでいきます。うん、アルゼンチン、ここで控えの選手がアップを始めました。そしてここはチャリック。マンユー、攻撃の場面が多くなっています。右からチャンスを作った。トーン抜けてきた。テベス、あと1枚抜けばというところでしたかね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。ダットファールです。フリーキックとなります。ここで選手の交代があります。叩きます。競り合った。チェックを聞いていました。ギグス、激しく当たる。また奪った。デミチェリス、詰め寄られました。マスケラーノ、軽く出して。マスケラーノ、後ろからチェック。後半40分が過ぎました。ボールはタッチを割ってスローインです。ここで選手の交代があるようです。ここにギグス、中央からいった。さあいけるか。追加点のチャンスだ。ここはディフェンスされました。アルゼンチン、なんとかリズムに乗りたい。送って、どんどん行きます。チャリック、ガブリエル・ミリート、後ろにはたいた。ガンビアッソ、激しいマークを見せます。あっと、ここで試合終了のホイッスル。マンユー、結果として見事逆転で勝利を収めました。
さあ北澤さん、結果として逆転勝ちという試合内容となりました。いかがでしたか。はい、コンビプレーと個人プレーが非常に機能してましたね。なるほど、そういったところがチームにいいリズムを生み出したんだと思いますけどもね。そうですね。ではちょっとここで試合を振り返ってみましょう。前半45分、ギグス残り少ないところで勝ち越しゴールを決めてきました。あの場面が勝負の分かれ目でした。ええ、途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたから、やはり前線のフィードが正確であればあるほどチャンス生まれるってことですよね。ええ、さらにまた重要な場面があったんですが、後半8分、ああ今出ていますね、クリスティアーノ・ロナウド、あの局面でいきなりの追加点、チームを勢いづかせるゴールでした。そうですね、シュートに入る前のことなんですけど、途中いい形でつなげてましたから、ああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。さあさらに試合終了後のデータですが、マンユートータルでのボールポゼッションもリードしています。そうですね、その辺も今日の結果につながってますよね。加えてきっちりと前線に運べたという点においてもいい評価できますよね。本日の結果は3対1、マンユー勝利をものにしました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。